2022年までの財政赤字見込み。茶色は2012年末に財政の崖が発動した場合、青色は物資減税の延長及び歳出削減の延期が行われた場合の財政赤字見込みを表す。財政の崖とはアメリカ合衆国連邦準備制度理事会議長弁、バーナンキが使い出し、広まった経済用語である。アメリカは ジョージ・ W ・ブッシュ政権の時から次元的なブッシュ減税を行っていたが2010年12月にバラク・オバマ大統領は2008年のリーマンショック後の景気低迷に対応するためにブッシュ減税を2012年12月31日までの2年間延長する法案に署名した。しかしこれによりアメリカ政府の財政赤字が積み上がり2011年5月16日に 米連邦債務は法定上限額に到達し、アメリカ財務省はデフォルト回避のために特別措置を行った。特別措置の期限日となる2011年8月2日に民主、共和両党は政府の歳出を削減する内容を含んだ債務上限引上げ法案に合意、可決した。これにより、以後、具体的な歳出削減案の合意に至らなかった場合は、 物資減税の延長措置が切れる2013年1月1日から9年間かけて公共事業、社会保障、国防等の政府のすべての分野の歳出が合わせて1.2兆ドル分強制的に削減されることになった。1.2兆ドル削減の約半分は国防費となる。仮にこれが実施されれば物資減税の終了と強制的な歳出削減により GDP 比で3.3%に相当する5000億ドル分の財政赤字が解消されるとされたが、何らかの追加的な対策措置が行われない限り、物資減税の延長期限が切れて9割の家計が実質的増税となり家計平均税率が約4.5%上がる上に大幅な歳出削減も加わるダブルパンチでアメリカの景気が崖から落下するように悪化し、 アメリカ経済のみならず、世界経済に甚大な影響も与える可能性があると予想された。この懸念を財政の崖と呼ぶ。なお、これにより2011年8月5日に、スタンダードプアーズは米国債の長期発行対価付けを格下げし、8月8日に世界の株式、通貨、債券市場で米国債ショックが起こった。そして大きな政府を施行する。 民主党は増税には賛成だが、歳出削減には否定的で小さな政府を施行する。共和党は増税には大反対だが、歳出削減には積極的なため、民主、共和両党の間で具体的な税と歳出の行方を合意することができず、期限日となる2012年12月31日に、ようやく民主、共和両党は上下院で、 富裕層を除く層を対象にした減税の高級化と世帯年収45万ドル以上の富裕層に対する増税を実施して家計の平均税率を1.8%増に抑えた上で歳出の強制削減を2013年2月28日までの2ヶ月間凍結する法案を可決した。これにより大幅な実質増税と強制歳出削減の ダブルパンチによる財政の崖は回避された。強制歳出削減凍結の期限日となる2013年2月28日になっても民主、共和両党で具体的な歳出削減案の合意に至ることができない。最も影響を受ける国防総省では4月にアラスカで行われる予定だった軍事演習レッドフラッグが中止になり4月から 軍人以外の職員約80万人を週休3日制にして人件費を20%削減することも検討されている。一方、株式市場においては2012年12月31日に実質増税の問題は解決済みな上、金融緩和措置を取るとの憶測も広がっており、すでに問題が折り込み済みなこともあり、アメリカや世界の景気に対する影響は 限定的であるという見方もある。ありがとうございます。